敵な名前がいっぱいありますよね。もしアコが名前つけるなら、ブラックルシファーとか暗黒のかな。ロゼリアでよかったわ。それで、私たちに何の用かしら。私たち、これからスタジオに行くのだけど。はい、お時間はあまり取らせませんから。詳しいことは、この人から。ライブイベント?楽しそう!いいね、いいね!いろんな方が、たくさん出るんですね。人が、まだ出ると決まったわけではないわよ。そうね、イベント自体に興味がないわけではないけれど、話を聞いている限り私たちのレベルや目指すものとは違っていると思うわ。宇田川さん、前にも話したはずよ。私たちは自分たちのレベルに見合っていないステージには立たないと。それは、それなら私たちの演奏を聞きに来てください。何ですって？ギターは、音楽は、演奏技術が全てじゃない。弾きたい人が弾けばいいんです。そういう考えのバンドを否定するつもりはないわ。ただ私たちとは目指すものが違うというだけ。ユキナ、まあまあ落ち着いて落ち着いて。せっかく頼みに来てくれたんだし、演奏を聴いてあげるくらいいいじゃんね。分かったわ。ただ納得できなければ私たちは出演しない。それだけは肝に銘じておくのね。私の魂の波動、楽しみに。魂の波動、しかと見届けさせてもらうわ。しかと見届けさせてもらうわ。うん、よろしくね。バレットさんのパーティー。
おたえちゃん、ギター弾いてるとき本当にかっこいいよね。私、思わずうっとりしちゃうよ。絵になるって感じがして。絵になる？私が？わかった、このままじっとしていればいい？うん、なるべく早めに描いてくれると嬉しいかも。この体勢疲れるから。あ、別に絵のモデルになってほしいわけじゃないから。昼寝ができる穴場があるんだよ。どこにあるかは内緒。仕事仕事、よろしく。一緒に合わせよう。
ドラムって普段はどうやって練習してるの？家じゃできないだろうし。そんなことないよ。本とか重ねて叩いたりしてるよ。けどそれじゃあ感じれないじゃん。あ、そういえばうちの蔵にいいのあったから貸そうか。本当に？それ嬉しいかも。お願いしていい？オッケー。そんじゃあ今度持ってくるわ、木魚。ごめん、やっぱりいらないかな。君に頼みたいことがあるんだけど、いいかな？君に、お疲れ、しごしごしご、お疲れさ。綿棒をスティックに持ち替えて、なんて。リミに行くよ。追いかけて、
いい感じだね。うん。
と練習。どんなに今が辛くたって、ずっと一人でギター弾いてたから。どんなに今が辛くたって、何もうまくいかなくたって、積み重ねたもの、いい演奏でき、走り出したルパピピ、秘密の輪を降り出すすが、走り出した最高のステージにしてみせるよ。本当にね、私も楽しかったよ。